中が描いたセクシー言葉はセルフィーダメだよヘロイン先行ジンガ高校ファッキュレディオ発射節3本 DJ スピンナッシュ結構からぶつかましてエゴロッコンステッケーションで当たりたかった相手だがこの場所お前はぶち殺すだけじゃあためみたいな感覚で言葉を力を貯めてぶちかます言葉もソウルにぶちかましていくだけ吐いた言葉なら飲まねえよ、先行からぶちかますって言ったのに全然俺はえぐられてねえぜ。その辺は残念だぜ、金額。はっきり言って、そのバースだったら自己紹介レベルのバースとあんまりぶちゃ変わりません。今日、だったらもっともっと俺をえぐるようにかかってきんしゃい。じゃなきゃごめんな、そのワンバース、ただの無駄遣いで終わりだぜ。無駄遣い無駄遣いよりもうだつ上がる言葉遣いそういうところでお前は無駄遣いとか言ったばりにはあんたもえぐれてねんじゃねえぞえぐいところさすのだろうどっちがいいからこんなフロー縦乗り横乗りどっちでも関係はない、はいはい、あんた毎回バチバチで来るのにがこうやってまあフローに逃げちゃってるあたりが聞いちゃってるってことになっちゃってんじゃないのかって俺は無事疑問に思うぜあんたはいつも攻撃的なスタンスそれで俺はえぐるはずなのじゃあよこんなフローでどうですかとか似合わないことをまずやってんじゃねフローで逃げるとか言ってる割にそれはフローできない奴の言い訳そんな言葉で言い訳よくはねえだろうな俺の言葉えぐり取ってやるお前の心臓俺の方がドープでソープ俺の方がやっぱ今日はトップよ、ジンガ君、申し訳ねえけど、あんたがフロー自分で上手いと思ってるかもしれねえけど、ごめんな、バン、多分、あんたのフロー、ぶっちゃけ微妙ってみんな思ってるよ。それがヤンメロみたいにまだ上手いんだったらわかるけどさ、俺と大して変わんねえ、下手すりゃ俺のが上手いんじゃねえって、まあ、噂になってるぜ。終了。はい。それでは判定の方行きたいと思います。先行ジンガが勝ったと思う人は、はい、高校クロピー勝ったと思う人は、家でお願いします。先行陣が勝ったと思う人は、はい、高校クロピー勝ったと思う人は、家でお願いします。先行陣が、はい、高校クロピーが家ですね。さあ、先行、はい、が陣が、高校、家がクロピー AK、パッキューレディオで、レディー、ジャッジ。さあ、判定の方よろしくお願いします。さあ、果たして、で、ジンガ君が勝ったら、あれですね、コイントスするんで。で、僕が勝ったら、KJ 君がそのままコメントでお願いします。自分、勝者は僕ですね。ジンガ君、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら、KJ 君どうします？先行、後攻。どっち行きます？